はい、どうも、りょうへいです。そして、三上美穂です。お願いします。金城きづきです。お願いします。はい、お願いします。お願いします。そして、本日は一日ありがとうございました。ありがとうございました。とても楽しかったです。いい新年の幕開けができたなっていうのがあるので、またぜひ機会があったら、はい、お願いします。お願いします。はい、ということで、まあ、僕がここにいるということは、僕ちょっとグローブ大好きなんで、ぜひぜひちょっとあのお二方のグローブを見せていただければなというんですけど、大丈夫ですか？はい、はい、大丈夫です。であのちゃんと手袋して触るようにするので。全然大丈夫です、はい。今日何個お持ちですか？今日は、自分2つ。お1個です、はいはい。なるほど、じゃあ3つのグローブをちょっと、はい、紹介していこうかなと思います。それではやっていきます。はい、ということで、鳥川さんお願いします。お願いします。じゃあ今使っているグローブ前にドーンとちょっと出していただいて。はい、はい、顔隠れちゃってるな。お願いします。Z。ラベル的にネオステータスかなと思います。はいはい。でもネオステータス、これオーダーですよね。そうですね。あんまりイメージないんですよ、僕ネオステータスのオーダーって。形はあの自分の手の形で作っていただいたんですけど、色とかはもう全部お任せで作っていただきました。でこれはあれですか、ショップさんにのお任せですか、それともメーカーさんですか？メーカーさんのグラブ職人の方に作っていただきました。Z のグラブマイスターの方に。はい。すっげえ。この名前とかも全部入れていただいて。この親指の。はい。あと中にもちょっと見えづらいんですけど文字が入ってて。入ってますね。百節不当ですね。難しい。ちょっと俺には分からないね。皆さん辞書で調べてみてください。でこちらなんか特徴とかこだわりとかってありますか？こだわりは私は一人手が小さいので、はい、結構今まで何個もグローブ使ってたんですけど、はい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 、こうあの下に下ろした時にグローブが下がっちゃうことが多くて、それが結構気になってたんで Z さんにお願いしてこの小指に あの私2本入れてるんですけど、こう下に下ろした時に落ちないようにちょっとここにリングが、そうなんです、薬指リング、リングがついてて、これがあるのとないので全然違う。そうですね、はい、薬指リングあることで手の中のフィット感ってより増してくるんですよね。はい、そこが結構一番こだわりました。他のメーカーでもウィルソンさんとかで女子選手用のグローブ、ソフト用とかのグローブだとあの薬指リングが入ってることがあるんですよ。なんでそういうのもしっかりと設計されてるなっていうのはありますね、はい。でなんといってもツヤすごくないですかこれ。ツヤがテッカテカ、言い方悪いな、テッカテカってピッカピカ、本当に映画のデコみたいな、ね、いやもうそれに肉汁出ちゃってるじゃん。これ結構使い込んでますね、期間的に。そうですね、3年目になって。ああ、それはまあそうですね、はい、めちゃくちゃお手入れがうまい。いや、お手入れするのは好きなんで。ああ、なるほどなるほど。集中してると1時間くらいやったりします。わかります。分かれ身が深み、うん、順巻きになってて指股もなくて、であの土手の紐も入ってるので土手を残しつつポケットを奥で深くっていうような形ですよね。そうですね、かなりねあの丸いポケットしてるのでしっかりと掴むようなポケットって感じですね、うん、このウェブ下に丸みを帯びてる感じが型ですごい伝わってきます。じゃあもうこれずっとこれで今後やっていこうかなっていう。そうですね、なあ、いいな、もう野球人生はこれでいきたいと思います。なるほどです。じゃあもっともっとツヤ出して、はい、頑張ります。綺麗に、はい、使っていってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続きまして、金城選手ありがとうございます。今日一日ありがとうございました。ありがとうございました。ね、一回侍のグローブ紹介の方で、はい、出していただいたグローブもあるんですけど、はい、今回もそのグローブも含めて2個ということで、はいはい、よろしくお願いします、はい、お願いします。じゃあまず前回もやっていただいたものから、はい、はい、こちらですね。はい、お感じですか、はい、ありがとうございます。 SSK ですよ。はい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 、お久しぶりです。お久しぶりです。はい、これオーダーな、じゃあオーダーじゃなくて確かあれですよ、なんかインターネットで。そうですね、オーダーされたものですよね。ですね、覚えててよかった、間違えてなかった。すごいっす、記憶力。そうそう、なんかすごい特徴的だったのがすごい覚えてるので、はい、で、ウェブが、ま、今もうほぼないですね。このウェブがの先が、はい、昔のイチロー選手モデルみたいな。そうですね、あまり今にはない。今はそうですね、エッジみたいなのが入っちゃってるので、はい、それはこれはすごい珍しいなっていうのはありますね。で、なんで言っても覚えてたのがカラーリングなんですよ、やっぱ青に白本体、あと黒も入っ
ってますよね、はい、黒も入ってます。で、紐が黄色、はみ出しとかも黄色なんで、最近のグローブには確かに多いんですけど、ここの背面に SSK の刺繍が入ってる特徴だらけだったので覚えてました。一目惚れでした。ですよね、おっしゃってますよね、はいはい、で、ちょっと再度なんかこだわりとか特徴とかっていうのがあれば言っていただければなと思うんですけど、グローブ選ぶ際にやっぱ人と被りたくなかったのと、はい、ちょっと青っていうかちょっと渋さに魅力があって、このグローブかっこいいなと思ってます。派手だけど大人な配色ですもんね。そうですね、青に黒に白って、はい、分かりみが深み深いですかすごい、僕も青好きなんで。ああ一緒ですねマジもうこういうグローブ見るとねめちゃくちゃ僕もテンション上がっちゃうんで。で、前回も言ったかな、この指先の部分が特徴的なんですよね。はい、あの最近だとメジャーリーガーの選手、 SSK 仕様のメジャーリーガーの選手がこういう指先を補強じゃないですけれども、まあ、デザインの仕方をしているので、オーダーされてたものを購入したからできてることなのかなと、はい、これちなみに何年ぐらい前でしたっけ。 3年前ぐらいですか、ね、あーってことは3年4年ぐらい前にオーダーされたものかもしれないと。はい、そうですね、古い形のグローブなので。そう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 、激レアですよ。はい、レアです。なるほど、じゃあこれでね、もっともっとバシバシいい、はい、一回あのたまり屋取っちゃってください。頑張ります。ありがとうございます。じゃあ続いては出してないんですよね、はい、前回。そうです、ね、そちらのグローブを前にドカーンと出していただいて、はい、グローバルエリート、グローバルエリートです。はい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 、ちょっと借りそうですか。はい、すいません、ありがとうございます。お願いします。はい、はい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 、グローバルエリート IB ラインが入った、これ公式用ですか。これ公式用です。はい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 、前僕らが侍さんお邪魔させていただいた時使ってました。いや使ってなかったんですけど、はい、持ってったって感じです。ああ、じゃあその時持ってたけどっていう。侍の前のチームにいた時に、はい、もともと内野手だったんですよ自分。そうなんですね。はい、内野手だったんですけど、その外野をする機会があって、はいはいはい、こちらのグローブを購入って形だったんで、はい、あまり使ってなかったって感じで。そうなんですね。じゃあこっちの方が前に買ってたっていう。はい、そうです。なんだ、時系列が違ったのかはい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 、そういうことか。はい、HWEB でウェブとかには柔軟性を持たせつつで、あのグローバルエリート特有の中のボツボツが、はい、すいません、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、ここにテロップで入れとくので、はい、はいはいはい、お願いします。これもなんか特徴とかこだわりとかってありますか。結構自分もちょっとちっちゃめ。はい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 、サイズ8ぐらいなのかな。そうですね。あとは平らなグローブの形よりかはもう丸みを持った、しっかりと奥で、はい、奥で取る感じでガチッと掴むようなタイプですね、はい、まあそうですね、外野やられてる方とかだと、はい、あの内野用のグローブも、まあ、こっちの方が時系列的にはあれですけど、うん、結構深い丸み方を使うので。ただこちらのグローブはあの指股が入ってるので少しポケット自体が広くなったなっていう、はい、ここの部分だけ ここの部分だけ指股が入ってるのでちょっと広くなるのかなっていうので、ポケット自体の面積も少し広いのかなっていうグローブになります、はいはい、やっぱり、ね、黒いグローブ、まあ、これ今ちょっと光当ててますけど、それにしてもやっぱりちゃんとツヤが出てるので。お手入れ好きですか。はい、好きです。いや、グローブが語りかけるみたいな。使わないじゃないですか、こっちの SSK 使ってたら、はい、だから使わない分は余計ちょっとこっちも磨くんですけど、こっちも綺麗に磨いて、ああ、まあ重点的にと、はい、グローブへの愛情が素晴らしいなんで、あの、まあ、SSK のグローブも含めて、はい、こちらのグローバリートのグローブももともとね、お手入れ完璧にしちゃって、はい、どんどんボールをガチッとしっかりと掴んじゃってください。はい、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、本日新年最初のグローブ紹介、こちらお二人に、グローブの紹介をしていただきました、ね、でもうすごい二人とも使い込んだ特徴のある、ね、グローブだったので、ぜひね、皆さんいいなと思ったらコメントにいろいろ書いていてもらえると嬉しいです。お願いします。お二人の SNS 等は概要欄に入れておきますので、ぜひ皆さんチェックのほどよろしくお願いいたします。お願いします。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではアディショー、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではアディショー、翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。